はいはいはい、こんにちは。ということで今回は子供の頃に作ったもの選手権やってきます。はい、子供の頃に作ったものです。なんでそんなの内容をやろうかと思ったかというと、もう大フックになるものがありまして、ちょっと今からそれを見ていきましょう。こちらです。リケモさんにこんな手紙が届きました。10年後の自分へ。リケモさん、これを見て吐き気を催したらしいです。10年後の自分へ。この手紙を読んでるということは生きてるということですね。夢の YouTuber にはなっていますか？なってるな、ある意味ではなってるよな。リケモ、夢の YouTuber に。親のすねはかじってないですか？ニートになってるのもさ、親のすねをかじることとニートになることをさ、10歳そこそこでもう心配してるのどういうことなの？マインクラフトはまだ続けていますか？今書いてる時は夢の形はぼんやりしています。成績はどうですか？20歳超えてもゲームが好きですか？20歳超えても未だにゲームが好きですか？今文章を書いてる時間がもったいないと思うほどゲームが大好きです。友人 A は生きていますか？ホラー展開じゃなくて、その当時友達で FPS と YouTube を教えてくれた友達が、なんか親の育児放棄でなんか行方不明になってて、まあ、無事だったらしいんだけど、なんか大変なことになってた時の話だし。ゆっくり実況続いていますか？ゆっくり実況は続いていますか？リケモさんのゆっくり実況？ほー、ゆっくり実況ね。 FPS の神様になっていますか？大丈夫、お前は FPS の神のもとに YouTube で活動している。大丈夫だ、大丈夫だ。リケモ、あだ名と呼ばれていますか？好きな実況者一覧見たらわかるんだけど、 COD やってそうなさ組み合わせなのよ。でね、こう下の方にも書いてんのよ。ここでクンさんの名前は残念ながらありませんでした。もしかしたらなどです。ここかもね、俺。などなど、これ10年前らしいよ。本当に10年か。まあでもまあそんなもんか。10年、2013年、もうちょっと手前かもな。8年ぐらい前かもな。もしかしたら2015ぐらいじゃないかな。なんかクンさんのこと嫌いそうなラインナップでね、この実況者好きってわかる？当時の感じの感覚で言うと、この実況者好きっていう子は多分クンさんは嫌いっていう感じする。クンさん FO を押してみてみろよ。いるじゃんか。何、どういうこと？ FO を押してみろって。お前のスキン赤髪。ああ、そういうことね。確かに、そういえばそうだった。もう忘れてた。そういえばそうだった。俺忘れてたわ、自分が それベースだってこと。よく考えたら何そのスキン。いや、わからん。マジでわけわからんよな。このスキンでやってんのマジバカだな。で、これが発端となってやります。最初。これめっちゃ可愛いよ。幼稚園の頃に描いた馬面萩の馬。自分の運命を暗示してた、こいつは。馬面萩の馬。幼稚園で牧場で絵を描くイベントがあって、そこで描いたらしい。まあ、馬面萩になる運命だったんだな、もう。馬、馬。馬は立派な立ち絵もあるし。ねえ。次。中学校の頃に描いた絵、マッコ。ガッチでうまい。うますぎ。うまうまだわ。うまうま。ありえん、うまうまだわ、マジで。うそんって感じ。これはうま。次、シラソルちゃんの、かわいい。なんじゃこりゃ。シラソルちゃんの幼稚園の頃に描いた、ものらしいです。かわちい。なんだこのかわちいは。それがまさかこんなことに。次、MS。何これ？これは習字か？まあ、うまいじゃん。小4。あ、うまいじゃん。小4で、まあ、うまいね。雪っていう字、特に。うまい。上手。いいね。こちら。これね、これダメだと思うんだよね、これ。これ、クリスマスツリーなんですよ。これ、ブッダさんです、これ。これ、いいのかな、これ。どうなの？これ、寺の息子がクリスマスツリーを描くのってどうなんだ？邪教でしょ？仏教サイドから言うと、異教の なんかこの儀式を何をやってるんだっていう。異教の宗教的儀式に何参加しようとしてるんだ、こいつは。お大事かけよ。色彩めちゃくちゃいいね。
次、ヤチの作ったクリスマスのなんかお菓子みたいな、あ、こういうの作るよな子供の頃、わかる、こういうの作るわ、9歳の時作った、いいね。なんか趣旨が分かってない人がカワモン、趣旨が全く分かってない、なんかもう意味が分からない。カワモンが送ってきた写真、なんか趣旨が分からん、全くもって何を送ってきたのかもう分からない。カワモン今子供だから、あ、子供のところに作ったもの思い出を作った、何でもありじゃない、もうそんなこと言い出したら何でもあり、何でもあり、そんなこと言うんだったら俺の作ったものこれ、はいはい、50人クラフト、俺子供の気持ちになって作ってみた、この50人クラフト、僕だけの参加型です、50人クラフト、僕が作った、これは、僕が子供の頃に作ったものです。50人、無造無造の視聴者を集めて、あたかも何者かであるかのごとく宣伝しまくって、50人でバカみたいなショーを、毎日毎日開催しています。これは僕が作りました。次が、出来おこ、これいいのかな、これ出しちゃって出来おこ普通に送ってきたけど、これいいのかな、なんか出来おこですね。うん、まあかわちい、まあかわちいよね。うん、それはわかるけど作ったものはどこに、まあ手元のものか、かわちいはかわちいね。次、長月、何これ、これは何を作ったの、これ箱ってこと？ああ、そういうことね。箱を作ったんだ。小学校の夏休みに作った箱。宝箱から、ゴミ箱を経てハンガー入れになった。ハンガー入れ？ずいぶん落ちぶれたな、ハンガー入れ。次。とんがりさん。若返り発明記。あのね、まずね、この、名前消すのがね、荒いんよ。読めるじゃん、これ、微妙に。昨日書いたように思える。で何をこれ若返りさせるんだ、なんか全くわからない、なんかボイニッチ思考みたいだね、なんか、うん、これを聞いてわははってなる人いないと思うけど、次、ポリゴン、怖いってマジで怖くない、この写真、この絵もうどうした、なんかポリゴンの子供の頃なんだあのさ、あれみたいじゃない、なんかホラー映画でさ子供が描いてるやつ、何描いてるのって言ったら、これはね、これは家にいる人だよって言って、トロッコ電車に乗りましたがいい味出してるちょっと怖いよね、ちょっと他にも、あのちょっと地味になんかちょっとホラーなんでね、これポリゴンのイラスト、お父さんと赤ちゃんらしい、ポリゴンイラスト集、これはね、かわいい、これなんだこれ、あんなのこれ、普通の紙よりザラザラして書きにくかった、なんでこれに書いたんだ、上手に描けてるけど、どんな工夫をしたのかな？あー、そうやって聞くんだ。なるほど。それでこう引き出すのか。ペニ書きの言葉じゃん、これって。わかる？普通の紙よりザラザラして書きにくかった。なんかペニ書きっぽいなと思った、これ読んで。どうやって工夫して書いたの？っていう風なのも書くとなおいいよねってことか。あー、こうやって、なるほどね。あー、なるほど。勉強になるな。さすがプロだな。次、能登で魚釣り、3匹釣れた、釣った瞬間手首がふわっとしたよ、びっくりしたけど嬉しかった、もっと釣れるようにいろいろ練習してる、8匹釣れるといいな、手首がという書き方で釣った瞬間の様子がよくわかりますね。あー、確かに釣った瞬間手首がふわっとしたって結構いい表現なのかも、健全な子供だな。まあ、それいい大学行くわな。やっぱ子供の頃から、決定づけられてるっぽい気がするよな、なんかもう。かわよ。全部ポリゴンです、これ。かわよ。かわよい。一方、姫路城。これはなんだ？これもしかしてエジプトの象形文字、ヒエログリフ？これ。ヒエログリフじゃない？何を書いてるんだ、こいつは。ヒエログリフで何か書いてる。次、クリボー。お前何年生まれやねん、お前マジで。写真がなんかもう何十年前の写真なん、これ。え、いつの写真だ、めちゃくちゃ古くない、なんか。昭和の1960年代の写真じゃない、なんか。写真がおかしい、年代が。なんで白黒かわからん。なんでだろうな。解説。
DV 親父から守った弟2人、今ではそれぞれ立派に家族を養っている。願わくばゴミを見る目を向けないでください、兄より。あの時は守ったから今回は守ってくれって言えばいいじゃん。あの時は守ったからちょっと大人になってニートしてても守ってくれって。うじょう、かわいい。いつ描いたんだこれ。かわいい、ウルトラマンか。4歳、4歳なんだ。次、パク、何これ。あー、なんか鉛筆立てみたいな。この棚は潮の時に秋のバス旅行で行った木材でいろいろ作れて俺作った。釘を打つだけで作れるようにされていたため、綺麗に作ることができ、今でも使っています。棚に乗ってるペン立て、幼稚園の時にお菓子の箱に紙粘土をつけて作ったものです。使えなくなったペンや、もらったけど使っていないペンを入れています。パンダが描いてある箱は中3の時に彫刻刀で作ったやつです。すごっ。なんかさ、1個すごいの来ててさ、893のやつなんだけどさ、めっちゃ良くない？めっちゃクオリティ高くない？これ、版画みたいな。くっそうまくない？なんでこんなくっそうまいのこいつ。小学校の時に彫ったオルゴール箱らしい。くそうまくない？小学生がこれ作ったらちょっとびっくりするよね。小学生がこれ作れるか、この解像度のものを作れる、相当すごいよね。さっきの黒塗りしてください、恥ずかしいです。いや、これすごいよ。これデザインもめちゃくちゃいいしね。学校の壁に彫ってあるやつみたい。あ、わかるわかる。いや、でもこれをさ、893がさ、できてるのがなんかキモくない？なんか893これやってんのキモいよ。なんかうざいよね、めちゃくちゃ。クソうざくない？なんかあいつがこれやれてんの、わかる？うざい。これはこれ、たわけさんですね。かわ、ま、なこれは雪を描きたかったのかな。なんか上からなんかこう虫みたいなのが降りてきてる。なんかあの進撃の巨人のさ、わかる？あのなんか巨人になる、あの元になってる、あの木の根元に住んでるやつみたいなのが降りてきてる。なんか描いた記憶がないです。そう、ハルキゲリアみたいなやつがね。次、北小路翡翠。これすごくない？これ稼働するらしいよ、マイクラのやつで。なぜかこのなんか、いらん画像まで送られてきたけど、このいらない画像来たけど、なんか稼働するらしい。左の何？知らん。いらん画像も来た。え、待って、サムネ、これなんか翡翠の今日の配信のサムネらしいよ。今日の配信のサムネをなんか俺に送って、俺をアップローダー代わりにしたらしい。今なんか意味わかんない画像来て、何これって思ってたけど、俺をアップローダー代わりにしたってことね。はい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 。あー、よし、どうするか。よし、ここにあげとくかーって。アップロード代わり。ほんとはこれを送るらしい。全然間違えようがないじゃん。生まれて初めての建築。いや。いや、間違えようがないよね。別にこれ。これとこれをどうやったら間違えない。この、いや、自分で送って気づくだろ、こんなの。気づかないか、これ送ったら。次、メタボから送られてきたんだけどさ、なんかもう、周りのさ、この毛みたいなのは何？この毛の集合体みたいなの周りの。なんかさ、これ廃墟から見つけてきた？これ。毛の集合体みたいなやつがなんかめっちゃいる。あとなんか、ほこり舞ってない？なんか、全体的に写真が。なんか、ほこり舞ってるよね。なんかこう、空気めっちゃ悪そう。アスベストとかなんかそういう、こう、ものが舞ってそうな感じするよな。バイオハザードの洋館。次はヘルスカ。え、これめっちゃこれかわいい。え、これ何これ。え、超かわ。え、ジャパニーズ漢字かわいいね。次、ゲジゲジくん。これおしゃれね。これかわいい。もうかわちいいね。小6の時図工で作った。いいね、面白いねこれ。で、最後20話後のトトロで締めます。うちは、え、なんだっけ。え、でもこれ出していいの？これなんかあんまり出しちゃダメなんじゃない？これちょライブのこれあんまり出しちゃダメなんじゃないの？そうなの？いや、え、いやなんか、え、いいの？これ出して特定されないでしょ。いや特定よいしょ。あー、ま、やめといたら。いや、なんか
だからな亡くなった人の棺桶に入れたリースなんだけど、いやなんかやめといたら亡くなった人にあげたものなら出すの、いや知らないけど、いや、やめ、いや、まあ、倫理的にやめといたらって、いやなんかまあやめといた方がいいんじゃない、まあ倫理的にあんまり良くない、まあ出すのもまあ良くないのではなかろうかっていう、まあ俺のこう身勝手な判断でこう却下してしまったんだけど、まあ、ちょっといやもういいやって思った。なるほどね、はい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 、まあまあまあちょっと、まあ、ちょっと僕の勝手な判断でちょっとやめといた方がいいのかなって思っちゃいました。はい、ちょっとこれちょっと終わりはあれなんで、はい、ちょっとあのマッコくんの絵がもう一枚あったんでもう一枚載せましょう。なんかもっと名前を書いた絵とかだと思ったら想像の上を行き過ぎた。うーん、ということで、俺の今近くには俺が子供の頃にあったものは何一つない。シンガポールなんで何もないですね。どうしよう、何もないや。実家帰ってもなんかあんのかな、なんか親そういうのなんかボンボコ捨ててる感じするんだよな、あるのかな。あ、確かなんかぬいぐるみかなんかあったような気がするな。はい、ということで、まあ、こんなもんにしますか。じじい。